ここまでです。警告します。おとなしくこのまま引き返しなさい。貴様か。あのチビはどうした？それを答える必要はありません。我々を確実に止めるため二手に分かれて張っていたのか。賢明な判断だな。だからモニカさんについてはあなたたちに何も言うつもりは。しかし片方がこれでは二手に分かれた意味がないな。貴様が少々の仲間を連れたところで私を止めることなど到底できないぞ。このおいこら、挑発してどうすんだよ。案ずるな。あの手の小娘は逆上した方が隙が生まれる。無論あの小娘に私を止められないというのは紛れもない事実だがな。その言葉撤回させてあげるんだから。秩序の貴君子たちよ、私に続け。青の騎士の名において奴らを捕獲せよ。逃がすわけには。父の名に娘の私が泥を塗るわけにはいかない。リーシャ殿、私たちは争いを望んでいるわけじゃないんだ。だからここは目をつぶって私たちを通してくれないか。どうやら黒騎士の罪状にもいろいろと誤解や陰謀があるようだし。それを決めるのはあなたたちではない。私たちが秩序の気空団なんだ。秩序を司る者として私は絶対に屈するわけにはいかないの。そうだ、リーシャ船長の言う通りだ。俺たちは負けるわけにはいかない。ここは通さんぞ、絶対にだ。ちょっとこれじゃまるで私たちが悪者みたいじゃない。自覚がなかったのか。私の手を取った時点で貴様らは立派な悪の一味だ。そうかもしれないけど、助けたいのだろう、あの人形を。世界の秩序に従っていて思いのままに何かを救えると思うな。秩序の中にあって救えるのは秩序に沿った者だけだ。秩序の外に目を向けるのなら、手を差し伸べるのなら、その時点で秩序は我々の敵だ。よもやその程度の覚悟もなく私の誘いに乗ったのではあるまいな。やはり私の目に狂いはなかったようだな。そういうわけだ。悪いな小娘、我々は止まらないぞ。黒騎士、よくも彼らまでたぶらかして。何とでも言え。しかし我々は強いぞ。貴様らに我々が止められるか。これはみんなの勝利だ。ありがとう。
には。リーシャさん。ルリアちゃん、今私たちから彼女にかけられる言葉はないわ。少しでも彼女を思うのなら先に進むしかないの。早くこの島を出るのよ。ロゼッタの言う通りだな。邪魔者はあらかた片付いたようだし、少しでも情けをかけるなら。お前を狙っているのが秩序の気球団だけだと思うなよ。な、はあ、やれやれ、お主ともあろう者がこうも簡単に隙をつかれるとはの。師匠。おお、いいよ。心配になって様子を見に来たのじゃが、さあ構えよ。今度は帝国兵じゃ。休んでる暇などないぞ。逃亡者に手を貸すのですか。何のことじゃ。わしはアマルティア島を襲った悪しき帝国兵の相手をしているだけじゃよ。しかしまあ見ての通り混戦しているからの。意図せず秩序の気空団の者を巻き込んでしまったかもしれんが。大公閣下、バルツ公国もただでは済まないかもしれませんよ。言うてくれる。しかしドラフの民を侮るでないぞ。ここはわしに任せて先に行くのじゃ。師匠、でも。あの者の意志が強い。そうそう諦めてはくれぬぞ。だからここはわしに任せるのじゃ。安心せい、わしとてただの老いぼれではない。お主らが行くまでの時間くらいは稼ごう。師匠。大公閣下、お言葉に甘えさせてもらうぞ。ああ、いいよ、今はそうするしかねえ。うん、分かってる。師匠、絶対無理しちゃダメだからね。弟子が師匠に言う言葉か、それが。よし、行こうぜ。残りは帝国兵だけだ。銃弾誤たず敵は。さらばだ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。待つんですね。私がいることを忘れてもらっては困りますよ。ポンメルン、ずいぶん好き勝手にやってくれてるようですね。秩序の気球団では止められなかったようですが、ここで我々が貴様らの旅を終わらせてあげますね。たく、厄介な奴が残ってやがったぜ。なんであれ、グランサイファーはもう目の前だ。
ここで負けるわけにはいかねえぞ。そろそろ真打ち登場といったところですかね。魔性の力は不滅なんですよ。今度こそ覚悟してもらいますね。くそー、あと少しだってのに。頑張りましょう。なんとかここを切り抜けて。いい、貴様らは下がっていろ。え？久しいな、ポンメル。くっ、黒騎士閣下。もはや私は追放された身だ。閣下だなどと呼ぶ必要はない。それに貴様は私の抹殺を命令されてきたんだろ。かしこまってどうする。その通りですね。この場で全員まとめて。それで貴様、魔性があればたやすく私を抹殺できるなどとほざいたそうだな。試してみるか。この私の剣で哀れに叩き潰される覚悟はできているんだろうな。受けて閉じますよ。決まりだな。こいつは私の獲物だ。貴様らは雑魚相手に油断しないようせいぜい気をつけることだ。おい、何なんだあいつ。頼もしい限りじゃない。さあ、私たちも気を抜いてるわけにはいかないわよ。我が剣よ。マウヨウ、キュービー様の力。マウヨウ、マウヨウ、ブラナパン。宇宙の前、どうやって。よし、こちらは片付いたぞ。黒騎士は、ふん、遅すぎる。ずいぶん待たされたぞ。あ、お前、あの魔性を使ったポンメル。あんなもの私の敵ではない。兄さん切りつけたら尻尾を巻いて逃げていったわ。黒騎士って偉そうにしてるだけじゃなくてすごく強かったのね。奴が弱すぎただけだ。この島で最も恐るべきはあんな魔性に頼った連中ではない。行くぞ。この島の本当の真打ちが登場する前にとっとと気空艇に乗り込むんだ。
よし、見えたぜ。すぐに離陸の準備をするから、お前らは中に。残念だがそこまでだ。全員動くな。ついにお出ましか。秩序の気空団のエースが。まずは、ここまでたどり着いた気候らの実力と幸運を褒めよう。いかに特殊な状況だったとはいえ、ここまで逃げおおせたのは、黒騎士、お前が初めてだ。ふん、お褒めに預かり光栄だな。しかし、私が来た以上、ここで終わりだ。キコーラにこの先はない。これが最後の警告です。このままキリスを返して、建物の中に戻りなさい。ちょっと、あんたは師匠が足止めしてるはずで、まさか師匠を？ザカ大公には少々おとなしくなってもらった。無論、我々は秩序の気空団だからな。大公の命に別状はない。その点は安心するといい。しかし、この場を譲ってくれるつもりは全くねえみてえだな。当然だ。黒騎士は渡さない。エルステ帝国にも殺させない。すべてをうやむやになどさせない。黒騎士には生きて裁きを受けてもらう。ふん、相変わらず頭の固い連中だな。こいつらが最後にして最大の関門だ。行きましょう。オルキスちゃんを助けるために私たちは進まなくちゃいけないんです。手加減はせんぞ。全力だ。父の頑張らない。奴らめ、オイボルと相対してるというのに手加減というものをせんからに。大公閣下が相手ではいかに私といえど手加減をしている余裕などなくてな。おお、どうじゃ奴らはどうなった。私とモニカさんは退けて飛び立っていきました。そうかそうか、いやはや、なんとも愉快な連中じゃ。全然愉快じゃないです。結局戦闘はモニカさんに頼ってばっかりだし、私向いてないのかな。こらこら、一度や二度の失敗で投げ出そうとするな。さて、ザカ大公、
黒騎士と彼らは言ってしまったが、貴公にはまだ聞くことがある。わしに答えられることなら喜んで答えよう。我々にも教えてほしい。一体黒騎士はどんな真実を抱えていたのだ。